大高氏は、中華人民共和国、紀州省紀王市出身のサッカー選手。中国サッカー、高級リーグ、四川九牛俗級クラブ所属。ポジションはミッドフィールダー。2000年に、四川環状俗級クラブで、レフトミッドフィールダーとしてデビューし、2005年に、同チームが解散に至るまで、レギュラーの座を獲得するなど、徐々に力をつけていく。 2006年から2009年まで、生徒社比連続級クラブに所属し、フォワードやキャプテンも務める。2007年には、同チームの24試合に出場し、17ゴールを上げて得点ランキングで首位を獲得。その活躍により、同年11月に中国代表に選出。中国代表を指揮したブラディミル・ペトロビッチ監督に認められ、 2008年1月20日に行われた、レバノン代表との試合で、国際デビューを果たす。中国の応援と呼ばれるほどの実力を誇り、ブルガリアのチームに移籍すると噂されたが、結局破談になる。2008年には所属の生徒シャヒレンが一部リーグの中国長級で13位にまで上り詰めたものの、翌年降格し、甲州緑城即級クラブへの移籍が決定した。 2006年ミスユニバース、中国市船畜代表のソビケンと6年間交際していた。2012年に甲州緑城の監督に就任した岡田武史について CCTV のインタビューで岡田監督はとても良い監督だ。デビューしたばかりの若手選手がすぐにこんな良い監督の下でプレーできるなんて本当に羨ましい。実力さえあれば。 出場のチャンスがあると答え、賄賂やコネが横行する中国サッカー界に岡田が公正な実力主義を導入していることを喜んだ。ありがとうございます。